と、すいません、なんかもうニュースで言っちゃったそうです。1時に圧力容器満水になりましたって。いや、それはそうで。で現実に満水になるのは何時頃ってことにしましょうか。あと 2,3 時間って言ってたのはタフですよね。今の話で言ってるように、あの容量そのものそんなに多くないからね、今の、あの60トン入ってるかどうかってもちょっと若干その流量計がないから分かんないところあるんだけど、2時間だったら本当は満水になってるはずが なってないというところなんです。うん、でだから今までだからちょっとあれで、あの動かしたつもりなんだけど、なんだあの、津波で、現場を離れてたんで、これからその分を取り返すんで、あと2時間程度まずやってみると、それぐらい だと思うんだけどな。なるほど、そういうことですね。実際満水になると分かるんでしたっけ、今回満水までやって。いや、だからさっきから言ってるように流量計も信じられないし、今さんが言ってるみたいに別セルにどっかバイパスラインが出てると水が全部ドライウェルに溢れちゃうから、別セルは満水にならない可能性もあるわけですね。そうですね。だけどとりあえず今あのとりあえずあれがあ、うん、そう、はい、あの水位計がおかしいのではないかという前提で、もうあのどんどんと水を入れていきますと、あと2時間ぐらいは連続して入れたいと、こういうことだと思うんです。そうするとあと2時間ぐらいで満水っていうイメージでいいってことですね。そういうことか。あんまりね、満水っていうと今 そのバイパスラインがあるっていう話が、とのバランスが分かんなくなっちゃうから、そこだけは気をつけてほしいんだよ。なるほど、分かりました。そうするとあれですね、今回の作業の一区切りっていうのはあと2時間ぐらいじゃないかと思ってるっていう、そういうことか。はい、それでお願いします。とりあえず、